本当にね、高校の情報の先生やってますね。そうですね、高校情報先生して、はい、もうリテラシーが完璧ですから、リテラシー完璧ですね。いや、さっきの宇野情報でリテラシーのなさはあるよ。たくさんありますからね。あの個人的には、やっぱ尾道とかも好きですし、いいよね、風景とかね、ラーメンとかも美味しいし。そうそうそう。でも考えてるときに何、家外家だったり、うん、なんかね、居心ない芸人みたいなのね、結構俺も悩みかもって、フリップとかのネタするときに、絵描くんやけど、はいはい、ぜひ見ていただければなと思います。はい、はい、じゃあ仕事の先輩と一緒ですから、そう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 、もしかしたらトイレとか入れてテントに、スタジアム、そして U35 のウェブ、はい、そして X、はい、LINE もあるそうなので、多彩ですね。すごいですね。はい、だからそれ全部で情報を発信しているということですね。はい、そうですね。